どうもこんにちは。今回は電子工作でこんなものを作りました。これは何かと言いますと、パソコンに接続できる赤外線の受信機です。これをパソコンに接続すると、このテレビ用のリモコンでパソコンが操作できるようになるというものです。これはリモコンの赤外線の信号を受信すると、その信号に応じたキーボードの操作をパソコンに送るというものです。まあ、要するに赤外線リモコンがパソコンのキーボードのようになるというものなのです。この受信機はこの2つの部品でできています。まずアルドゥイーノプロマイクロ、これは安い互換機で日本のアマゾンでは1000円弱ぐらいで売られているものを使っています。そして赤外線センサー、これはリモコン専用にモジュール化されたもので、秋月電子で2個100円で売られているものです。接続はこのように行います。アルドゥイーノの2番3番4番のピンにセンサーを直接ハンダ付けします。このようにセンサーを直接差し込んでハンダ付けします。そしてハンダ付けしたものがこちらになります。これで回路は完成なのですが、このままでは見た目が悪いので 3D プリンターでケースを作りました。赤外線を透過させられる素材がわからなくて、単にスリットを開けただけのケースとなっています。これで受信機のハードは出来上がりです。ちなみにこのアルドゥイーノプロマイクロは USB コネクタが弱いので有名です。私も一つやっちゃってます。皆さんケーブルの抜き差しは慎重に行いましょう。ハードはできたので、続いてアルドゥイーノのプログラムを書き込みます。今回作ったプログラムは公開しています。概要欄にリンクを貼っておくので、興味のある方はご利用ください。今回は2つのプログラムを作りました。1つはリモコンの信号を解析するためのプログラムで、IR アナライズというもの。もう一つはリモコンの信号をキーボードの操作へと変換するプログラムで IR キーボードというもの。こちらが今回のメインのプログラムですが、まず使いたいリモコンの信号を解析するために IR アナライズを受信機に書き込みます。アルドゥイーノプロマイクロはアルドゥイーノレオナルドと認識されるので、書き込む際のボード指定はアルドゥイーノレオナルドを指定します。書き込みボタンを押して完了まで待ちます。これで書き込まれました。IR アナライズを書き込んだ受信機に向けてリモコンのボタンを押すと、そのボタンの信号の解析結果が入力されます。
このように括弧でくくられた数字が返ってくれば解析は成功しています。ちなみに一番最初の数字がデータのビット数、続く数字がリモコンのデータです。この数字が返ってこないリモコンは今回のプログラムでは使えません。あとソニー製のリモコンやその他の一部のリモコンもですが、一度ボタンを押すと2つ分の解析結果が返ってきたりします。そういったリモコンもこのプログラムでは使えません。 IR アナライズでリモコンが解析できることを確認できれば、次にリモコンのボタンとキーボードの動作を関連付ける作業をします。もう一つのプログラム、IR キーボードを開いて、その中の keymap.h というファイルを開きます。5行目あたりにボタンデータという配列があると思うので、その先頭にカーソルを移動させておきます。この状態で受信機に向けてリモコンのボタンを押します。そうするとこのように押したボタンのデータが直接入力されます。このデータがどのボタンのものか分かりやすいように行の最後にメモを書いておきます。続けて他のボタンも追加していきます。今回はとりあえずチャンネルの1から10まで10個のボタンを登録してみました。次はこの10個のボタンにキーボードの操作を割り当てていきます。すぐ下にキーデータという配列があるので、次はそこを編集します。キーデータの先頭に0を5つでくくったデータを追加します。もともと1つあるのでこれをコピーして使います。行の最後にコンマを忘れずに入力します。そして先頭の0を入力したい文字に変更します。入力する文字はシングルクォーテーションでくくって入力します。これはチャンネル1のボタンなので1としました。続けて他のボタンも追加していきます。順番はボタンデータの配列に並べた順番と同じにします。チャンネル1から10のキーデータを入力し終えました。ひとまずこれを受信機に書き込んでテストしてみます。書き込みが完了したので実際に試してみます。このようにリモコンのボタンを押すとキーボードが入力されるようになりました。そして特殊なキーを入力したい場合ですが、キーボード jp.h のファイルを開いて、少し下にキー何々という形でいろいろ宣言されています。このラベルをキーデータにコピーすると特殊なキーが入力できます。例えばこのリターンというのはエンターのことですが、これをコピーして貼り付けるとエンターキーが入力されるようになります。
さらに複数のキーを同時押ししたい場合、その場合は続く後ろの0を編集すれば同時に押す操作ができます。例えばこれはコントロール、オルト、デリートを同時押しする操作になります。この設定で受信機に書き込んでテストしてみたいと思います。チャンネル1を押すとエンターが入力されるようになりました。そして2を押すとコントロール、オルト、デリート。画面のキャプチャーに失敗していますが、きちんと操作できています。というわけで今回は赤外線リモコンをパソコンのキーボードにする電子工作を紹介してみました。ちょっと離れたところからパソコンを操作したいという方、こんな電子工作はいかがでしょうか。